男子中の前園正清、商品試食を、拒否、日本酒0.8%入ってる。スポニチアネックス、2016年2月11日、木13時41分配信。サッカー元日本代表の中田英寿氏、39と、前園正清42が、11日、都内で、キットカット日本酒発売記念、JWAVE 番組収録に参加した。 六本木ヒルズで行われているクラフト・酒、ウィーク内の特設ブースで行われた収録前園氏はスイーツ男子代表として登場したが13年に起こした飲酒による暴行事件を反省し現在男子中中田氏はキャスティング間違ってるとツッコミを入れ前園氏は苦笑いだった実際キットカット日本酒を試食する際も 日本酒0.8%入ってるので食べられない食べたくてもダメなんですと断固拒否香りだけを楽しみ日本酒の香りする敏感になってるからとアピールしていた収録後前園氏は報道陣から飲酒の解禁予定を聞かれるも2016年も解禁予定はないと断言タイミングも決めてない自分の中ではまだだなって思ってると明かした お酒が入っているスイーツや料理も食べないようにしている。最近お酒入ってるもの多いですが慣れましたねと語った。しかし、一生禁止というわけではないらしく、みんなで楽しい時とか、ハッピーな時に飲めればと思い描いていた。バレンタインが近いということで交際中の女性について、彼女にはもらえると思うと語り、チョコは本命だけでいい。ギリチョコもらうとお返し悩むからと、とろ。 気にになる結婚については、どうですかね。ずっと言われているので早めにとは思っているんですがと答えるにとどめた。引用 http:/newsyahoo.co.jp://pickup//619863 <ッ>。ネット上の声1選手時代はチャラチャラしてる派手な人ってイメージだったけど今の前園さんのキャラめっちゃ好きです。 男子ちゃんと続いてるならすごいじゃないですか。頑張ってください。3。実直な人柄ですね。いじられても、笑顔で対応するし。逆に売れすぎて、現場に戻れない気がしてきた。4。以前は、格好をつけたイメージあったけど、今は感じがいい。サッカーもトップクラスだったっていうのがわかる。今のままでいってほしいな。5。サッカー教室の企画で、 鹿児島実業サッカー部の後輩にあたる人と一緒に仕事したことあるけど本当に一滴も飲まないようにしているらしいここまで徹底できるのはすごい6基本的に真面目な人なんだろうなって感じですね決めたことは曲げない一本気なところもあるし失敗も反省してちゃんと同じことは繰り返さないように生かしてるしただ最近の傾向で テレビと現実とのギャップが悪い方だと問題になるから文春さんに取られないように裏表なく頑張ってくださいね。